和歌山市は和歌山県の北部に位置する都市。和歌山県の県庁所在地で中核市に指定されている。和歌山城から見た和歌山市のスカイライン県の面積の約4%ほどだが、県人口の約40%が暮らしているプライメート式である。中世には海南市の一部と共に彩花の里と称された。江戸時代には五山屋の一つである。 紀州徳川家が治める紀州藩の城下町として栄え、和歌山とも表記された、和歌山市中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の84枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。木の川の河口日市。 中心市街地は左岸に形成されている。河川瀬戸内海式機構である。和歌山市の中心市街地には、城下町としての名残を留めた小さな町が点在し、町名に、帝と町とが混在する。帝は、町と呼んで、かつての武家町を、町は、町と読み同じく町人町を表す。 1985年の国勢調査で40万1352人を記録して以降は減少傾向となっている。2021年の人口は約35万5000人。徳川吉宗城城像を編入した町村の所属軍は、特記以外はすべて海藻軍。行政組織については、和歌山市役所も参照市長市議会県議会主議員。 和歌山県立近代美術館海外和歌ブラクリ亭商店街県庁前付近和歌山城、近辺日赤医療センター前本町通り、農業、漁業といった第一次産業も盛んである。農業農業では、稲作のほか、野菜栽培が行われている。全国屈指の生産量を誇る名産に生姜がある。中でも新生姜が有名で、火星地区。 布引き地区、小戸島地区で作られている。ハウス栽培が主流であり、産地ごとに出荷時期をずらし、出荷期間を長くする戦略をとっている。これらは大都市圏に出荷されているほか、近年は、ジンジャーエール、アイスクリーム、ジャムなどの特産品開発も進んでいる。そのほか、布引き大根として知られる大根、白菜、キャベツ、ピーマンなどの生産量も多い。 漁業漁業は、市北部の加田漁港と、市南部の若浦、西賀崎漁港が中心となっており、前者はタコやタイ、後者は、シラスや、ハモ、クマエビなどが水揚げされている。南部のサンクズとキミーデーラを中心とする、ニット産業は、日本一で、丸網ニットは、和歌山県が、全国シェアの37%を占める。工業近年、公外化など、 消費変化による経済力の衰えと大阪都市圏への交通網の整備等によるストロー現象による人口減少が大きな問題となっている。平成23年度の市の事業として道路網の充実のほか経済、雇用情勢への対応として企業や企業家の誘致、廃校になった学校を利用するなどして医療系や教育、保育系の大学、 短大を新たに四校誘致。するなど、減少した人口の回帰や、経済復興策を打ち出している。商業しない消費経済として、和歌山市中心部に位置し、かつて、仙南地方からも、購買層を持っていたブラクリ亭商店街は、地元老舗百貨店、マルショが、自己破産となり、大丸、ビブレなど集客力の高い店舗が、相次いで閉店。 さらに、大阪都市圏への交通網の整備等によるストロー現象に加え、市内においては郊外型大型ショッピングセンターの相次ぐ出店により、郊外化など人の流れに大きな変化が起き、いわゆるシャッター通りと化している。ブラクリイには2005年10月、大手量販店、ドンキホーテを2007年11月には、旧丸小跡地に複合施設。 ポルテワ島を開設するなど、市は、構造改革特別区域法を利用して、規制緩和、人の流れの回帰に努めている。新聞社放送局和歌山市内の鉄道も市内のターミナル駅としては、JR 西日本の和歌山駅と南海電鉄の和歌山市駅がある。しかし、行政機関や金融機関、商店等が集積する、 和歌山城や本町通りの周辺へは、いずれの駅からも、徒歩10から30分の距離があり、路線バスが補っている。かつては、南海和歌山機動線が、和歌山駅、和歌山市駅から、和歌山城付近を通り、国道42号を南下して、和歌浦、海南駅まで伸びていたが、1971年に、廃止された。鉄道路線和歌山駅西口かつては、 ごぼう南海バスや、大獣バスも、南海和歌山市駅まで乗り入れていた。路線バス高速道路国道県道を主な通り、港湾船舶主な観光地として、和歌浦や徳川吉宗など、紀州徳川家で知られる、和歌山城がある。和歌山市の売り込みの強化、ゆるキャラといったキャラクター展開など、観光面は、平成23年度の和歌山市の3、大中心事業として、 対外アピールを行っている。史跡神神社淡島神社自然継承地レジャー、和歌山マリーナシティカダ淡島温泉野球サッカー、注釈区出店。ありがとうございます。